崎、3番手6番の井上続いています。4番手に下がったのが7番の鈴木です。後方7番手8番の浅野の体勢で残り600の鐘。9番高橋が少しペースを緩めて後ろの様子を見ています。7番の鈴木はどうするか。4番手キープ、7番手8番の浅野もまだ動かない。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ9番高橋がペースを上げた。2番手1番の山崎がぴったりと追走。3番手6番の井上も追っている。4番手から7番の鈴木がまくってきました。さあこれをブロックしていく1番の山崎、バックストレッチ。7番の鈴木が懸命、2番手の外まで迫ってきていますが、1番の山崎、さあこれを止めきれるか。9番の高橋が先頭、そして2番手1番の山崎が守って、4コーナーから直線。高橋が先頭、番手から1番の山崎を追ってくる。山崎かわしました。最後